ちゃっ、こんにちは、さゆたかさん。勢いが出るな。そう、足で勢いをつけてるね。なかなかね、そうですね、動きが鈍くなって。そうですよ、運動しないとですけれども、はい、はい、いやもうオリンピックまでもう1ヶ月切りましたが、ないですから、いよいよもうちょうど1ヶ月かな。もう1ヶ月ないです。もう7月、今日何日だ。今日6月29日で明日で終わってしまうので、6月が。あ、そうだな。そうなんですよ、試合目終わってんな。もう終わってます。そうです、そうだよな。あの6月発表になったのが6月の、あ、7月の28日に初戦だよ。そうなんですよ、はいはい、日本は。ただ豊さん、メンバーがまだ追加されてないですよね。中川、まあ故障者がね、はい、出て、相澤が故障した時は早かったけどね、はい、梅野って。そうですね、もう、うん、ね、まあそれはなんか決まってたような、はい、そんな感じがするけど、はい、まあ、中川の離脱でね、はい、誰が入るんだろう。ちょっと噂なんですけど、うん、どうやらソフトバンクの二軍戦を今日視察に行っているらしいと、うん、千賀投手を見に行っているという情報が入ってきたんですけど、行くどうなんだろうね、はい、中川って左じゃない。結局左で必要だというふうに思ってたわけよね、うん、それを千賀っていうのは右。それはもちろん千賀って日本を代表するピッチャーだし、はい、それは欲しいよね。でも左が離脱したっていうことはさ、やっぱ左で補うのが普通の考え方だよね。でバランスよくやっぱ配置するっていうことがすごく大事だし、だから千賀の怪我がどうかっていうのは気になるところだけど、はい、でも実戦踏んでないからね、まあ、2軍でも実戦ちゃ実戦だけどさ、はい、まあどの程度投げれるのか、まあ、それは見たいんじゃないの。でも俺は左が離脱したとしたんだったら、うん、で中川をどういうふうにこう考えてたかわからないけど、おそらく先発では考えてなかったと思うんだよね。それだと中継ぎで、中継ぎだとやっぱ俺は再三言ってるように、うん、変則がいいんじゃないかっていう。そうです、変則。そうです、ね、まあ例えばその巨人の高梨、はい、で大江で香山、ああいったあたりがいいんじゃないかっていうふうに、まあ岩崎っていうのも入ってるけど、はい、まあオーソドックスなピッチャーだよね。だから一つ変則を加えると、うん、バランスは取れてくるのかなっていうふうには俺は思ってるけどね。そうですね、特にそういう国際試合だと変則の投手って良かったりというか、なかなかさ、うん、やっぱ高梨とか大江とか加山とかソフトバンクのね、はい、ああいうタイプはいないタイプだけに必要じゃないかなと思うんだけどね、はい、そうですね。ということはその千賀投手の視察っていうのは本命ではなさそうっていうことですか、ゆてかさんが考えた。いやでもさ本命じゃないといかないよね、わざわざ。だからあれなんでなんだろう。まあ千賀に支えられて来たからね、稲葉あの監督として。やっぱ千賀を柱に、菅野を柱にっていうところがあって、うん、全日本は成り立ってたから、はい、だからそこら辺はやっぱこう義理を通すというかさ、まあ、そういう形では見に行ってると思うけど、でも今一番安定してるのは宮城だぞ。左で涼しいね。仏様がついちゃったんだから坊主にして。いやもうそう、みんなおかしいんですよね。神様になっちゃってるから。そうそうです、また神様みたいなピッチングするからね。もう神ピッチングですよね。だからまあ若いとかさ、はい、まだ経験が浅いとか、まあ、いろいろ言うけど、なんていうのかな、今の子にはあんまり通用しないよね。度胸がいいと。動じないもん、うん、で自分の与えられた仕事はきっちりやろうとするのが今の子でね。でそこにプレッシャーがあったりだとか、過度のね、うん、そういうことはあんまり感じない人たちが、まあ、今もうたくさんいるからね、はい、だから宮城もその口かなというふうに思うし、あ、俺は宮城だと思うけどね。ということはその中川投手は左で中継ぎ要員だとするのが抜けたと、うん、だ宮城投手が今度入ってくるとなると中継ぎで使うということなんですか。まあ、中継ぎでもいいし先発でもいいし、はい、やっぱ不安なのはやっぱこう菅野がね、はい、やっぱまだ一軍に復帰してないっていうこと、うん、で大野が今年一旦怪我をして上がってきたということ、はい、それと千賀が故障してて今二軍戦で投げてるということ、まあ、千賀は選ばれてないけどね、はい、だけどやっぱ故障っていうのはやっぱ無理させられないからさ、はい、例えばその現場になった時には、はい、だから難しいな。だからな、宮城はオールマイティでどこでもできるよ、はい、あのタイプは、うん、それとやっぱりいくら速いまっすぐでも外国人は打ち返してくるということ、はい、やっぱそこにいろんな変化球を交えて、組み立てをしていかないと
やっぱ無理だよ、うん、それはね本当に、まあ、速いまっすぐには強いからみんな、はい、宮城なんていうのは本当に多彩だからさ、うん、だから一番いいんじゃないかなっていうふうに俺は思ってるんだけどね。じゃあ先発でも中でももうどちらでもいけそうなタイプっていうことですよね。そうだね。でもさ、はい、千賀を今まで頼ってきて怪我をした2軍戦で投げる、うん、ほったらかしにして宮城ね、なかなか行きにくいでしょ。一生行かないと、筋は通さないとさ。そうですよね。そこだと思うよ俺は。それは千賀が万全であれば、はい、右に出るピッチャーいないと思うよ。だけどやっぱ故障がどの程度なのかっていうのわからないから、実際自分の目で見に行って確かめて、それで千賀と話をして、でどうなんだって、本当に同じパフォーマンス出せる自信あんのかとか、はい、やっぱいろんなところで詰めていくだろうけどさ。そうですよね、うん、だから現地入って故障されるとピッチャー特に使いにくいよ。まあ、そうですよね。また計算立たなくなってしまう。アテネってこういうことがあったんだ、はい、吉野部がボール投げれなくなった外野から、はい、肘壊しちゃって。練習中ですか。ああ、で注射も打てないわけよ。ドーピングに引っかかるかも可能性があるから、はい、でもそれは組織委員会にこういう状態なんで注射を打たせてくれって許可が出たら打てるんだ。吉野部打って出てくれた。あ、そうなんですね。うん、でもやっぱ使う方としたらさ、やっぱ辛いよね。その選手に対してもそうですし、まあ、チームもそうですし、あと戻ってからのチームっていうことですよね。それとそこで終わるわけじゃないじゃん、はい、野球人生が。だから吉野部大丈夫かって言ったら、いや行かせてくださいって言うからさ、あいつガッツあったからさ、うん、じゃあ打って頑張ろうっていうふうに言ったけど、だけどピッチャーってなかなかな、例えば肘を壊した、肩を壊したとかさ、はい、いやもう切ったら投げれなくなったって言ったらさ、はい、それはやっぱりチームにも申し訳ないし、はい、預かった稲葉が一番苦しむんじゃない。そうですね、だからそこら辺は慎重にやると思うけど、うん、俺は左だったらもう左でいいんじゃないのかなって思うよね。宮城として、あとスタッフからちょっと出てたのが松井裕樹投手はっていうふうに出てたんですけど、どうですかと、うん、ちょっと不安だよね。いや持ってる変化球だとかそういうものが使えるよ、はい、ただやっぱコントロールという意味でさ、うん、なんかちょっととっちらかったりだとかフォアボール出したりとかするよね、はい、一番怖いのは自滅なんだよ。自滅型、例えばフォアボールを出してポンと打たれて点になるとかさ、はい、そういうのも一番やっぱこう怖いから、国際大会ではね。今年の松井の安定感ピッチングを見てると少し安定感に欠けるんだよね、はい、これは多分ないと思う、うん、そこはないとって考え、まあ、ないって言ったらかわいそうだけど豊さんの中でってことですよね。俺の中ではやっぱちょっと不安が残るよね。そうですね、まあ、だって、うん、あのアテネをコーチとして経験しているわけですから、うん、選ぶ側としてはやっぱちょっと不安要素が残るっていうことを。だからその時は岩瀬だとかさ、はい、もうコントロール抜群、変化球自在、うん、こういうピッチャーがいてくれると安心だけど、それは松井もあれだけ最速でね100セーブかなんかして、それは実力は確かにあると思うけど、うん、国際大会のその例えば競った時にやっぱフォアボールっていうのはさ、はい、やっぱどうしても怖いよね。ってなると豊さんの中では一番の本命はやっぱり宮城投手なんじゃないかなと。だから仏さんを連れて行けってねそうですね。いやいや本当にそうですね、うん、これって今6月29日で、まあ、7月入って、まあ、合宿とかももうねあると思うんですけど、ね、これ招集するには期限って大体いつ頃までなんですかね。いや、オールスター明けた後でしょ。ということは7月の、それまではあのペナントレースがあるわけだから、はい、そのオールスター前、はい、オールスター前日ぐらいにもう全員集めるんじゃないの。1回ということはこの中川投手の埋める穴の枠が呼ばれる決まるっていうのはもうここ 1,2 週間の間ですか。いや、もう今週ぐらいには決まると思うよ。あ、そうなんですね。いや、やっぱり準備も必要でしょ。そうですよね、うん、もしかしたらあれですよ、もうね、結構オリックス側とか宮城投手側にはちょっと噂として入ってきてるの可能性もなきにしもあらずですかね。もう次の宮城の登板がガチガチで投げれなかったみたいな。逆に、まあ、そんなそんなのって機械的になっちゃった。逆に、まあ、そんなことはないと思うけど、はい、まあだけど、まあ、例えば栗林がルーキーであの抑えとして、ね、うん、入ってる、まあそれだけでしょ。で、まあ、新人王レースを争ってる宮城が入る、うん、まあ、両方ともピッチャーだけどさ、だけど次の全日本を担うそういう選手たち、また実力もあるじゃない。でオールスターだってファン投票で1位でしょ、パ・リーグ部門の先発ピッチャーでね。
だからやっぱそういうピッチャーに経験させるっていうのもさ、まあ俺が当事者の、まあ、コーチであればそんな余裕はないけど、はい、そんな考えはだけど実力人気とも伴ってるわけじゃない今年ね、はい、うん、だから、まあ、宮城ね仏さん頑張ってほしいと思います。そうですね、宮城投手が呼ばれるのかちょっと注目してまあ注目だよ ね、 そうですね、まあ、誰が選ばれても応援するには変わりはないんだけど、はい、なんか宮城の頑張りを見てるとね、はい、まあ、選んでほしいかなっていうふうに、そうです、それはもちろん千賀が万全でいけるっていうんだったら、はい、やっぱ千賀にもチャンスを与えてほしいと思うし、そうですね、はい、じゃあ今日は宮城投手のポーズでじゃあ締めましょうか、うん。